ね、ワンラブイオンモール新たな場所でプレゼンツということで、なんとステージの前にはワンダーくんも、ね、来てくれてますね。よろしくお願いします。でワンダーくんも一緒にね、今日のステージ盛り上げてくれますので、ぜひ皆様最後までお楽しみください。さてさて、そろそろですね、お時間になりましたので、ドアラがどこからか登場するんですけれども、目立ちますね。いますね。なんかね、ワンダフの店内の方から今ドアラがね、ワンちゃんが気になるんでしょうかね。ワンちゃん見ながら来てくれています。さあ、もうすぐね、こちらのステージの方に到着いたしますので、ドアラ気をつけてゆっくり来てくださいね。さあ、お店の中お客さんもたくさん見えますのでね、さあ皆さんお前の方、通路の方開けていただきますよ、お願いします。はい、ということで、中日ドラゴンズのマスコットキャラクタードアラが登場です。皆さん大きな拍手をお願いします。すごいドアラコール。はい、ドアラこんにちは。後ろね、下の方の下にもね、何やら下でイベントもやってるようですのでね。さあ、ということで、到着いたしました。どうぞよろしくお願いします。さあ、ドアラ今お店の中見てきたみたいだけど、なんかお気に入りのワンちゃんとかいました？あ、寝てた？あ、みんな寝てたの？お昼寝の時間だったのかな？ね、ね、子犬はね、よく寝るからね、そうかね、仕方ないね。はい、さあ、ということでね、今日はね、ドアラと何かしらクイズと撮影会ということなんですけれども、まずはね、せっかくなのでドアラにちょっとだけお話聞いていきたいなと思います。こちらお願いしますね。いい音。すごいね、ね、演奏されてるみたいでね、下の人。そうだね、随分変わったピック持ってね、はい、さあ、それは置いといてくださいね。さあ、ね、皆さん、ついに野球シーズン始まりましたが、ね、やっぱりこれだけは聞いておきたいなと思います、ドアラさん、今年の意気込みを、ちょっと固まってるんですけど、ね、意気込みを聞かせてください。さあ、いろいろね、まだまだこれからどうなるかは分かりませんけれども、やっぱりね、意気込みは大事だと思いますので、はいはい、すごいなんか哀愁漂うメロディーにね、乗せてね、イベントやってますけれども、はい、今シーズン終わる頃笑顔に。まあそうですね、やっぱね、そうだよね、みんなが笑顔になれるようなね、結果を期待しましょう。はい、ありがとうございます。まだまだまだ、これだけじゃない、まだですよ、ここからですよ。さあ、ということでね、気合い入れていきたいんですが、その前に今日はね、ワンラブ改めまし店のイベントということで、実はおすすめのね、商品があるので、野原さんにもちょっと一緒に見てもらおうかなと思うんですけれども、じゃじゃじゃん、見てください、これ国産一口パンミルク。なんと国産で無添加、食塩、合成保存料、着色料を使わず、ふわふわに焼き上げた一口サイズのパン、ミルク味。まあ、もちろんワンちゃん向けの、ね、ものにはなるんですけれども、皆さんどうぞ。ということで、これね、このシリーズいろいろありまして、本当に国産無添加、ドアラといえばやっぱ健康に気を使ってるじゃないですか。青汁をね、飲んだりとね、これいかがですか。乾燥野菜、ほうれん草、ね、ワン、そう、よくご存知で、そう、398円です。あとね、さつまいもスティック、本当にね、人間の目から見ても美味しそうですよね、これね。なのでやっぱね、国産で安心安全美味しいものをワンちゃんにも食べていただきたいので、ぜひ皆さん、ワンちゃん飼ってらっしゃる方、お近くにいらっしゃるという方もぜひおすすめをお願いします。皆さんも生ちょっと食べても安全ですよ、はい、一応人間が
食べても安全なものになっておりますのでね。はい、ということでどうでも食べれるんじゃないかな。ぜひお試しください。さあ、今日はですね、何かしら頑張ろうということで、何かしらクイズ大会を行っていきます。あの、ワンダ君ちょっとあの寂しそうだから、せっかくだからってこっちもちょっとおいで。よかったらステージ来てもいいですよ。登れるかな、ちょっときついかな。あ、来れる。ワンダ君頑張って。はい、じゃあこちらにどうぞ。さあ、あのね、今回はやっぱりワンラブにちなんで、ワンちゃん、猫ちゃんのクイズを出していきたいと思います。はい、なのでね、あのドアラにも一緒に考えてもらって、で皆さんにお答えできますので、ね、いっぱいいっぱい美味しそうな、ね、骨が、ね、ついててね、ドアラも食べたい、ドアラもね、これつけたいね、ここにね。それ食べちゃいけないやつだからね。そうですね。さあ、ということで、あの今からですね、あのワンちゃん、猫ちゃんのお写真を皆さんに見せます。そのワンちゃん、猫ちゃんが裸だけどね、大丈夫、そういうのじゃないから。それから、何のどういう名前のワンちゃん、猫ちゃんなのかを皆さんに当ててもらうクイズをします。さあ、それでは早速いきましょう。ワンちゃん、猫ちゃん名前当てクイズ第1問。じゃじゃん。わかります？ちょっと難しいですよね。わかるかな？はい、どうだもん。ね、ワンタクはもちろん。ね、なんか聞いたことあるけどね、そういうイメージなのかな。そういう名前じゃないですよ。いいですか、種類です。さあ、なんていう種類のワンちゃんでしょうか。わかるかな、わかる人。犬そうなんですけど、犬の種類、犬の品種、種類です。子犬。正解、正解だよ。正解だけど違うよ。いいですか。ね、頭に世がつきます。世から始まります。あ、わかる。はーい、じゃあそこの友達こっち来てください。世犬。登れるかな、ちょっと高いけど。はい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 、世犬。こんにちは。さあ、ドアラがね、なんか面白い名前を答えてるけど、お友達は分かったかな、これ。分かった。じゃあ、いきますよ。よから始まるこの犬は何でしょうか。ヨークシャテリア。ヨークシャテリア、大正解です。拍手。すごい、よく知ってるね。さて、さて、大正解のお友達にはプレゼントということなので、これいろいろなんかあるね。ドアラのタオルと、あとね、スマートモバイルチャージャーと、あとね、1個なんかドアラがね、とね、あとね、クッキーラムネの、ドアラ一緒にいるやつ、クッキーラムネとドアラ、こちらをプレゼントです。皆さんも大きな拍手お願いします。はい、ありがとう。じゃあ、ちょっと高いけど降りる。あ、大丈夫だね。はい、ありがとうございました。バイバイ。ちょっと意地悪しないでね。はい、見事に大正解でした。おめでとうございます。ヨークシャテリア、ね、子犬の姿だとちょっとね、分かりにくいかもしれませんが、それではね、ちっちゃいからね、続いていきたいと思います。第2問、こちらです。じゃじゃん。あら、わかります。どうだ、わかります。ちょっとワンダー、ワンダーじゃないね。ワンダーではないみたいだよね。ちょっと違うよね、ワンダーとはね。ワンダーとは違うワンちゃんです。さあ、あまり、そう、どうだろうな、一般的にはもうちょっと茶色い、この方がね、イメージにある。
るかもしれません。わかるかな。ヒントでは頭に血がつきます。血がつくワンちゃん、わかるんですか。はい。あ、あ、いっぱい手が上がった。どうだろうと回答見ようかな。ねえ、今手のゲレール違いますよ。違いますからね。そんな名前じゃないからね。はい、じゃあ僕、はい、落とせなくされている僕、来てください。ちゃんとね、この可愛らしいね、ワンちゃんらしい名前がありますよ。はい、来てくれました。こんにちは。こんにちは。何これね、ちょっとドアラ、何ですかこれ。違う、読めないみたいな。ごめんねってね、読めなかったね。チンジャオロースって書いてあるよ。違うからね、あれね、あれ食べ物ですから。じゃあこのワンちゃんの名前、チから始まります。なんていう犬ですか。チワワ。チワワ、大正解です。拍手。お父さん帽子取ってて。あほほほ。大根です。大根です。ドアラ好きなんだよね。あ、ワンダー君も一緒にいて。ワンダー君も一緒にその辺にしてあげていいかな。はい、じゃあドアラからのプレゼント、はい、しっかり渡してね。はい、では大正解。素敵、ね、もうらもういいかな。もういいね。はい、ありがとうございます、ね、しっかり帽子かぶってね。はい、 OK です。ありがとうございます。気をつけて。名残惜しいですね。はい、ありがとうございました。まだやるの。はい、ありがとう。ということで2問目のワンちゃんの名前当てクイズ、チワワでした。さあ続いては最後の問題です。最後は猫ちゃんでいきます。じゃじゃん、この猫ちゃんの名前は何でしょうか。なんていう種類の猫ちゃんでしょうか。さあ難しいですよね、ちょっとね。あるかな。あ、本当。お母さん、何、パンダじゃないそれ、ね、聞いたことあるよね。さあこの子はヒント、頭にスがつきます。スで始まってシュで終わりますよ。スで始まってシュで終わりますよ。書いてる。はい、わかる人。はーい。スマッシュ、スマッシュ。すごい、なんかかっこいいね。はい、じゃあ一番前の女の子、見てください。大丈夫？名前わかるかな？スマッシュ、スプラッシュ、いっぱいあるね。はい、こんにちは。こんにちは。猫ちゃん好き？じゃあわかるかな。スで始まってシュで終わります。この猫ちゃんは何でしょう。スコーティッシュ。スコーティッシュ、大正解です。拍手。ほらいっぱい書いたけど合ってなかったね。スマッシュ、スプラッシュだっていないよね。さあそれでは友達にもドアラからのプレゼント、はい、ドアラお願いします。はい、プレゼント探検セットです。あれ、そうだね、違ったね。いいよね、別にね。あ頭探してるの。大丈夫かな。はい、ということで皆さん大きな拍手をお願いします。はい、ありがとう。
正解でした。さあ、ということでクイズ3問やったけど、ワーラは全然答えられなかったけど、今のクイズでね、ちょっとはワンちゃんとか猫ちゃんの種類を覚えることできたかな？大丈夫かな？はい、よかったです。さあ、それではですね、ここからはじゃあワンダ君も一緒にワーラとあとお客さんとで記念撮影会を行っていくんですが、いいよ、なくても。あのこちらの撮影会、すでに整理券の配布が終了となっております。1回目の回の整理券お持ちの方はステージ向かって左側、今ね手を挙げているスタッフがいますので、こちらに整理券をお持ちの方お並びください。すでに整理券の配布は終了となっております。さあ、お持ちの方はどうぞこちらにお並びください。順番にご案内してまいります。感じで撮るワンダって、まだここでいい？うん、大丈夫。じゃあ真ん中にお客さんね入ってもらって、あとはスケッチブックもらおうかな。はい、お姉さん下がります。本日は4号であなたの橋にお越しいただきまして誠にありがとう